ことふぎつかさというものです。よろしくお願いいたします。メジャーな出演作品としましてはラストサムライとか、最低最悪の映画の中で一番最低なのが松崎ゆうきだって、ザマシでかかるわけ。レッドカーペット立ってます。普通に立ってるね。Welcome to dance. あ、あ、出た。え、もう本当に、あ、すごいな。スタジオ。本当にダンススタジオだね。ダンスダンス。松崎さんっていうね、俳優さんにこれから会いますから。だから、はあ、映画に出演されてるってことは聞いてますけど、はあ、お会いする初対面。そうですね。でもやっぱり、うん、アメリカを拠点に活動されている俳優さんなんで、この、まあ、アカデミー賞もそうですけれども、アメリカのこの事情でね、あ、来ましたね。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。すいません、今回わざわざ。すいません。もうこれ回ってる、今。これもう回ってました。今、僕を取って回ってない。この後やりますけれども、はじめまして。ことふぎつかさという者です。よろしくお願いいたします。すいません、今日いろいろお話を。当然ギャランティーも発生しないし、そうです。だからどんどん差が開いていくんです。
で、いきなりでもそのオーディションを受けることもできないんですよね。そうですね、僕はもともと演技学校に入るために行ったんですよ、アメリカの、はい、でそしたら、いきなりお金を盗まれまして、で、それでいきなり僕ちょっとホームレスの施設に入らなきゃいけなくなってしまって、何歳の時ですか？18歳だったんですけど、で、そのうちのいくらかはそのトラベラーズチェック、ありましたよね、もちろんもちろん、それを再発行することによって戻ってきたので、はい、安いアパートですけど、場所を借りて一応ちゃんと生活を確保した上で、演技学校じゃなくて英語学校になっちゃったんですけど、語学学校になっちゃったんですけど、そこに今入って、自分がいきなりその映画俳優になるために来たのに全く全然関係ない方向に最初進み出してしまうところなんですけど、ものすごいとんでもない船出ですね。でその時に、もう基本的に英語しゃべれたんですよね。いや、そこどうなんですか？自分の中では喋れたつもりだったんですよ、はい、ただし、日本で英語が上手いというレベルはですね、うん、そのこっちの業界で通用するレベルじゃないんです。あ、本当に何も教育がない人間みたいな風に扱われて、うん、で、ひどい、扱いをあちこちで見たっていうのはありました、確かに、うん。で、一方、その英語を勉強しつつ、役者としてはもちろん諦めてないわけじゃないですか、その段階で。で、そこにどういう経緯を踏んで、この役者の道、オーディションを受けるだとか、僕はあんまり詳しくないんですけど、例えばこのエージェントとこう契約するとか、そういうことになってくるんですか？役者になるという道は諦めてなくてですね、それで始めたのが、ストリートパフォーマンスだったんですよ。大道芸。ああ、そうなんですか。で、タイムズスクエアで9ヶ月間ずっと、そのストリートパフォーマーとして活動して。勉強したんですか？いろいろと。いや、何もしてないです。何もしてないのに。何もしてないけれども、そのお金を得なきゃいけないと。あと、その自分の中でやっぱり何らかのパフォーマンスを通じてそのお金を稼ぎたいという、生きていきたいという願望があったので、で、ストリートパフォーマンスを始めたんです。すげえ、18でしょ。で、その時にもうお金取られてなくなっちゃって、食っていくしかねえって思って、よし、ストリートパフォーマーだと思ったんですね。すごいですね、その行動力も。で、9ヶ月間やっていて、で、最初は全然ダメだったんですよ。8時間歌って4ドルとか400円とかだったんですよ、はい、時給50セント、はい、50円ですか。で、でも9ヶ月間少しずつその改良を重ねまして、で、9ヶ月後には1時間で36ドルとか。どんなことやったんですか、そのパフォーマンスって。基本的には歌だけですね。歌って、はい、で、日本の童謡を日本語で歌うという。まあ、そういった経験を経た上で、その後、この役者の方の仕事をこうするっていうのはどういうふうに？ストリートパフォーマンス そのパフォーマー仲間がこういうオーディション情報があったよっていうふうに僕にその送ってくれた情報があったんですよ。で、見てみたら確かにあって、で、そこに自分の資料をお送りしたら、オーディションに来てくれないかっていうふうに言われまして、で、それで3時間かけてバスに乗ってオーディションを受けに行って、うん、で、そしたらその映画にキャストされたんですよ。あら、それってとんでもないことじゃないですか、今の先ほどの話も含めて。で、それで僕の勘違い、さっき言った勘違いですね、はいはいはい、悪い意味で増幅されまして、なぜかというと、難しいオーディションに一発目で受かっちゃったんです。なるほど。やはりもう自分の判断は正しかった、自分はやっぱりもうすでに仕事が取れる段階にあったんだなっていう、その勘違いがですね。山崎さんね、それは誰でも思いますよその子に、僕はものすごいやっぱりこういう状態になってて、うん、自分は機会さえあればオーディションさえ受けられれば必ず役が取れるという、うん、もう才能はある、演技もできる、英語も大丈夫と思っちゃっていて、はい、で、その時にその一番最初に取った役のその映画が世に出てきちゃったんですよ。ほう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 、なるほどなるほどね、うん、で、そしたら批評家からボコボコに叩かれました。どれぐらい叩かれたかっていうと、うん、
この映画は自分の批評家人生の中で最低最悪の映画だ。でこの最低最悪の映画の中で一番最低なのが松崎悠希だ。ラブマシで書かれたんです。それはちょっとへこみますね。ボキーッと折れましたね。もうそれまで持っていた、最初に持っていたその無謀な自信というものがですね、完全に消えてしまって、それのその批評された方というか媒体はそれアメリカですか日本ですか。アメリカです。で流して言われたと。そうです。でその元気になるんですか、その人の批評家のその意見は。そうですね、復活するまで6ヶ月間かかったんですけども、その6ヶ月間の間に思考の変化が起こりまして、そのまあもともと自分はここら辺にいると思っていたんですよ。でもうすでにあのいつでも役が取れるところにいると思っていたんですけども、実際には自分のここの部分はここら辺だったんですよ。そんな低いんですか。もうスタート地点のさらに下あたりが自分の一番上だったんだなっていうふうなのが、自分の中で実感として分かりまして、でそこが分かった、自分立ち位置が分かったことによって、あ、なるほど、今自分立ち位置が分かったから、ここからはその少しずつ上を目指せばいいんだなと、うんうん、完全に砕け散った自信だったんですけども、その砕け散った状態を直視することによって、そのあ、ここから自分で積み上げていけばいいんだ、そしたら今度は自分がどの高さにいるかっていうのが冷静に見えるから、自分のその高さを見誤ることがないなというふうに思った、2冊目に使っていた、AA 辞書になります。 AA 辞書、いやいやちょっと もともとはソフトカバーの辞書なんですけど崩壊しちゃったんで、あ、だから自分でこれビニールでこう止めてる、いやちょっとこれ驚きますよこれ。